こんにちは。今回なんですけど、大会優勝経験の豊富なチームとの、ツインズ、ギデオンツインズでのガチプラベの、解説をしていきたいと思います。相手結構強いんで、僕結構外してたりするんですけど、それはご容赦ください。なるべく立ち回り的なところを説明していけたらなと思います。で、ちょっとですね、これ録画ミスってて、これ試合後に、よく録画しようと思って録画したんですけど、ちょっと試合時間長かった都合上、試合全部入ってなくて、最初ね、ビクトル出して、一周ぐるって回って、誰も見つからずにお姉ちゃんに切り替えて、一人目お姉ちゃんで見つけたっていうところからスタートですね。で、これ追い込んだら、下にビクトルいるんで、とりあえず、この子一発与えられるかなってことで。もうね、これ外すのマジでわけわからない。最悪、これ。最悪。まあ、結果的に当てれたんでよかったんですけど、今のはマジでないっすね。あれ、ちなみに、今回、破滅不死、ズサンタマとのいつもの構成なんですけど、ルール上、トーテム破壊は、発電機2台つけてからっていうルールになってます。2人目ですね。まあ序盤なるべく負傷ばらまきたいんで、いつもみたいにゼンハイゼル狙う立ち回りはしてないです。で、ここは強ポジに逃げられたんで、お姉ちゃんで追うメリットあんまないので追いません。で、ギデオンで大切なことなんですけど、ギデオンでツインズやるときって、まあ、前の解説動画でも出したんですが、下のフロアにはロッカーたくさんあるんですけど、上のフロアってロッカー全然ないんで、上の発電機をなるべく守って後半残るようにしておくと、サバイバーがロッカーに逃げ込むのが難しくなって、ツインズ有利な展開を作りやすいので、できれば上の発電機を守るのがいいと思います。で、負傷させたんでビクトル出して、ここはもうロッカー行かれちゃいますね。しょうがないですね。相手も結構ツインズ対策バッチリ分かってるんで、で、僕はここでロッカーすぐ塞ぐんじゃなくて、ロッカーの前に置くっていうのももう分かってるんで、で、ここ僕ね、もう一回ロッカー入ったと思ったんですけど、これ見る限りだとこっち逃げてるんですよね。で、とりあえずワンダウン取って、もう1負傷、あるいはもう1ダウン取りたい。ここはしっかり当てれてよかったと思います。できればもう1ダウン取りたいけど、まあしっかり回復してくるかな。ちなみに、セルフケアは2人までですね、この大会は。このルールだと。で、全員回復されちゃったんで、この間にちょっと起こされちゃうと厄介なので、これは担ぐという判断をして戻ります。まあ、以前にこのチームにね、ギデオンで普通に通電されてるので、僕、ガチプラベで。その時は、釣らない立ち回りとかもやってみたんですけど、まあ、釣らない立ち回りだと、まあ、勝てないなってことになったんで、まあ、今回しっかり釣っていきます。で、ビクトル置いてあるところに釣ることで、まあ、ビクトルキャンプできたらなと。で、回ってる音聞こえましたね。これちょっとギデオの悪いとこ出たんですよね。こっちね、いけると思ったら通れなくて、そう、通れないおかげで、1でついちゃったんですよね。で、お姉ちゃんで、トーテムブロックして、ここはしっかり救助された方をダウン取ります。お姉ちゃんで破滅守るの結構大事なんで、入り組んだ場所にトーテムがあるときとかやってみてください。これ不死で見えてるね。2人で起こしてますね。で、やっぱ大会出るメンバーだと、どうしても頭数多いと、まあ、まず勝てないので、このシェリルの子をね、まあ、
早めに落としたいので、ここはダウンを取って、で、フシが壊れましたね。もう1フシ欲しいな、ここで。しっかり欲張って、で、ここね、ストライク警戒、一応したんだけど、まあ、冷静に考えたら、このルールだと、ストライク1人までなんですけど、まあ、担いでもよかったかなって気はしますね。4分の1だし。結果的に起こされちゃうんですよね、これ、浮気してる間に。これ結構痛かったかな。で、血の跡を追うんですけど、ここめちゃめちゃ強いですね、ビクトル相手だと。どうしようもないっす。で、破滅のトーテムの前にビクトルを置いて、トーテム守ります。で、起こされちゃいましたね。これはちょっと、追いかけすぎましたね。ここは倒す読みで反対回って、で2釣り目ですね。で、これ破滅壊しに来たと思ったんですけど、なんかね、破滅気づいてなかったっぽくて、ラッキーでしたね。置いといてよかった。たまたま探知してくれましたね。で、これでシェリル2釣り目、残り3台、破滅残ってる状態ですね。で、ネアが回してる音が聞こえますね。こういうめんどくさい板を割っておいて、こういう板とか、あとはギデオンだと、その、なんだろう、ビクトルだと絶対通れないというか、まあ、通れるんだけど、飛び越した後、クールダウンで蹴られる板とか、めっちゃ強い板あるじゃないですか。一方通行じゃなくて、なんだ、道塞いでる、完全に道塞いでる板とかは、絶対割っといた方がいいですね。余裕あるときに。で、2負傷で、1人釣られてる状態で、今発電機1個ついたじゃないですか。で、ドックンドックン言ってんで、このビクトルついてることを今発電機つけた人と、ここで、発電機、ジェネプレッシャーかけてるネア。で、3人の位置分かってるんで、もう割と気持ち的には楽ですかね。即抜かれることはないなって思ったので。ここは救助されたくないですね、正直。でも足音切ってたんで、あ、これ抜きに来ようとしてるんだなっていうのは分かって。で、今のね、一発殴れたかもしれないんですけど、殴ってる間に救助されたら結構厄介なんで、ここは深追いせずに。で、今、負傷の人と、ザリーナ2人で救助来たんですけど、これは負傷の人が仮にダウンしたとしても、絶対に釣り交換をするっていう作戦だったので、これ多分、どう頑張っても救助されるなと思ったので、負傷の人を先に殴りましたね。もう2人で救助来られるともうしょうがないので。まあでも、おかげでずさんな肉屋いっぱい付与できたんで、まあ、なんですかね、そんなにこう、プレッシャーかかってないというか、僕の気持ち的には楽だったかな、割と。これもね、おもちゃの剣様様ですね。僕、アドオン1個だけっていう制限だったら、おもちゃの剣の方を選ぶぐらいおもちゃの剣好きなんですけど、マジでこれのおかげで板間に合うとかあるから、本当におすすめです。これコモンアドオンにしては強すぎる。これもあれですね、前解説したロッカー前セルフケアってあったと思うんですけど、まあ、この子多分ロッカーの前で立ってただけなんで、しゃがんでただけなんで、セルフケアないのかな。いずれにしてもロッカーの前にいるっていう作戦は結構有効ですね。しっかり対策分かってる人だと思います。
これ、うまいことタイミング見て、まあ、飛びつけたらいいなと思ったんですけど、もう、多分どう頑張ってもダウン取れなさそうだったんで、こうやって塞いで、10秒間だけでも、この人を拘束することを優先しました。まあ、塞いでおけば一応、出られちゃうにしても、その10秒間は何もできなくなるんで、まあ、ああやって塞ぐのも全然ありっちゃありですね。で、今考えてることとしては、ミンちゃん1釣りで、シェリル2釣りの状態なので、シェリル見つけたいなとは思ってる状態ですね。他のネアとかザリーナは、まあ、ダウン取ってもいいけど、まあ、正直その釣りに行くメリットはないので、狙うべきはシェリルですね。で、ここで、まあ、2人してロッカーに入るんですけれども、まあ、これミスりましたね、僕。なんかゆっくり入ってるモーションだったから、まあ、飛びつけばワンチャン当たるかなと思ったけどダメだったね。まあ、ここ蹴られたんですけど、正直僕は、なんだろうな。まあ、この人耐久入れることも重要視してたんで、まあ、リーチの人2人作る意味で、ここはしっかり耐久入れて、で、今、ネアとザリーナがいたと思うんですけど、もしここでもう1人救助に来るとしたらシェリルの選手じゃないですか。シェリルの人はリーチなんで、仮に90に来てもこっちとしては美味しいので、こんなに、なんですかね。美味しいとこ尽くしというか、シェリル以外の居場所は分かってるし、シェリルが来たら美味しいし。うん、これうまいっすね。やっぱ下、一回ね、ロッカーめっちゃあるからね。どうしてもこうなっちゃうんだよね。だから本当に後半は上の発電機を残すことが大事、ツインズ側は。ちょっと若干カクついてて申し訳ないです。録画の問題かな？ごめんなさいね。で、ミンちゃんも耐久入りましたね。これはラッキーだった。これマジでラッキーだった。多分、連携ミスってくれたんだと思うんだけど、どっからお姉ちゃん来てるか、この人忘却状態で分かんなかったと思うんで、運よくダウン取れましたね。で、ここで、ザリーナが救助に来ます。来るんですけど、まあ、2人で救助に来るまでは、正直、キャッチの恐れがあるんで、向こうもそんな積極的に抜きには来ないんですよね。なので2人で来るなら来いって感じで、ここで、まあ、フェイスキャンプですね。ここでボディブロしつつ、で、案の定2人で来ましたね。で、ここへ、変にね、こう2人で救助された時に、キャッチ狙おうとして、結果的にケバブ判定とかになるとマジでもったいないんで、まあ、この人たち、救助結構慣れてる方々なんで、まあ、救助されるだろうなってことで、もう諦めて殴ってます。ちょっとカクついてますね。ごめんね。これがあれですね。対ビクトル最強板なんだけど、やっぱ蹴られちゃうんですよね。こう。乗り越えようとすると蹴られちゃうんで。まあ、あれはお姉ちゃんで割っとかないといけない板ですね。絶対。状況的に4フッシュを作れていって、ここでシェリル見つけれたのマジで大きかった。ここはお姉ちゃんが近かったんで、塞ぐし、判断をしました。で、今考えてることとしては、ミンちゃんが耐久なので、ミンちゃんをできれば見つけたいなっていうところを考えてます。Yeah.
今破滅が残ってる状態で、上のフロアに3台残ってるんで、まあ今状況としてはかなりツインズ有利かなーって感じですね。破滅壊れちゃうとちょっと状況変わるんですけど。これも焦ったなー。ちょっと決め打ち気味でしたね。最近思うんだけどね、俺ね、飛びすきやっぱ下手なんよね。なんか立ち回りで勝ってる感が最近あるなって気がしてきて、一応まあ解説動画も出したんですけど、公開対戦だったら、解説動画みたいな感じでダウン取れるんですけど、結構ね、まあ避けるの上手いんで、いつもの感じでやってると外したりしますね。さっきのザリーナはロッカーの前で突っかかってくれたんで、多分ロッカー入ろうとしてたと思うんだけど、ダウン取れてラッキーでしたね。今のも、ちょっとこう反省を生かしてというか、まあ、公開対戦だったらここまっすぐ飛んでも大体当たるんですけど、まあ、このレベルになると、まあ、板行く読みで、こう板行くふりして一瞬避けたりしてくるんで、一旦こう構えるフェイントして、こう避けたところをもう一回溜めて、確実に当てる。上位層は多分このレベルのことしないと、無理ですかね。ここね、俺なんでかね、ザリーナ追っちゃったんだよね。ミンちゃん追えばよかったんだけど。まあ多分負傷してたから、一旦ダウン取ってからミンちゃんって考えてたのかな。今考えると若干もったいないことしてますね、これ。ミンちゃん殴ってビクトリー出しての方が良かったね。で、破滅壊れてしまったので、まあ、上の発電機を重点的に守って、これ蹴りたいんですけど、蹴ると、まあ、ミンちゃんに救助されてしまうという、まあ、ジレンマですね。 まあただ、ここに血の跡あるんですけど、ここにザリーナの、あ、ザリーナじゃない、ミンちゃんか、ミンちゃんじゃない、ネアちゃんがいて、ここにミンちゃんがいるので、もう3人ここにいる状況なんですよ。で、僕ここに立ってれば絶対救助もできないし、発電もできない状況なので、動くメリットはないんですよね。この一進一退の攻防をね、ずっと続けるんですよね。割とこれ長かったような気がするな。正直、この状況になったら、このミンちゃんは、救助来ようとするよりも、多分他の発電機回した方が良かったと思うんだよね。結論から言うとね。ここでなんか欲張ってくれて、助かったかな。僕は絶対耐久入れるまでは両方、どっちも殴らないつもりだったんで、多分向こうもそれを分かってるんですよね。僕は耐久入れるまでは殴らないってことを分かってるんで、この判断で、この奥のネアちゃんも結構強気に回してますね、耐久入るまでは。で、耐久入ったんで、殴って。でも、まあ、多分これね、このルール、発電機体数少なくしたかったんだと思うんで、まあ、ご利用してたのかな。で、ここは、まあ、ザリーナを追うとですね、もう仮にボロ隊が入っていた場合、ザリーナ、ダウン取らずに我慢状態になって、その後ビクトリー蹴られちゃうんで、ボロ隊入ってる可能性を考えて、ここはミンちゃんにしました。で、あとは同じ繰り返しですね。ここめっちゃ回ってるから、つけられたくないので、まあ、キャンプしやすい位置に移って、できればミンちゃん落としたい。まあ2人とも負傷してるからしばらくは来ないだろうと思ってたんですけど、
発電機はかなり回っているので、離れる理由も特にないですね。で、まあ、この1台を除いた3台がかなり近いところにあるので、ずっとお姉ちゃんここにいていいかなって感じですね。これとかだいぶ近いですよね。うん、これちょっともったいなかったね。板食らうつもりなかったんだけど。で、ザリーナ回復して、ここでビクトルを置いたのは、この階段から救助に来る可能性を考慮して、まあ救助に向かってきた時にいち早く探知するために階段のところに置いてます。うん、まあ、これはあの板越しにビクトル当てられないので、まあ、置いといて、なんだろうね、こう甘えて戻ってきたタイミングで当てれたらなっていう意味で置いてます。でこれ多分探知切れたのはしゃがんだのかな。うん、今のぐるぐるぐるっていう音はフックの近くだとビクトル切り替えられないっていう音です。で、これ殴らないのは、負傷ブーストで救助行かれたくないからで、さっきもこのミンちゃんが救助してたと思うんだけど、まあ、この人救助担当っぽかったんで、多分ボロ隊だと思っていて、負傷ブーストで抜かれるのかなり面倒だったんで、ここは殴りません。こういうね、角っこのフックってめっちゃ強くて、こうやって進路塞ぐことで絶対救助できないムーブができるんですよ。で、これ、まあ、ゲージ進んでなかったので多分仲間意識入りに来たなっていう判断で、仲間意識入りに来たってことはこの後抜かない可能性も高いのでちょっと遠出します。ちなみに仲間意識というパーク知らない方のために、紹介しますと、耐久フェーズに入った第2段階に入った人の近くに人がこの仲間意識っていうパークを持ってると、仲間意識が発動し、フックの耐久ゲージが34秒間停止するっていうパークですね。まあもうあとは普通に追って終わりですね。はい、まあ、こんな感じでやってみました。一応もう一本あるので、大会練習の動画が同じギデオンツインズでね、またそれは後日、解説したものをあげたいと思います。ということで本日は以上になります。何か参考にしていただければね、幸いです。質問とかあったらぜひコメントください。で、自分配信はね、Twitch という配信サイトでやっておりまして、配信は Twitch のみで行っております。概要欄からぜひね、フォローまだの方よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。